エリモは日本海軍の給油艦。知床型給油艦の3番艦で、艦名は北海道のエリモ岬による。1918年度の86艦対案で計画され、知床に続いて、川崎造船所で1920年12月16日に、クレチン鎮守布石となる。平時は海外からの重油輸送に従事、十字。 1937年からの日中戦争には中国各地への輸送任務に当たった。1941年11月22日にクレを出撃し太平洋戦争回戦の12月8日にマコーに入港した。同地でボイラー用及び内科機械用重油8000トンと清水600ロットンを搭載し12月11日に出港21日に カムラン湾に到着した。当時、第15軍をシンゴラに輸送する計画があり、第15軍の将兵を乗せた輸送船や護衛艦,艦艇に対する燃料補給用のタンカーとして、クロシオマルが充当されていた。しかし、クロシオマルは機関の不調により任務から外され、その代わりにエリモに燃料補給任務が与えられることとなった。 エリモは燃料を7000トン以上搭載して1942年1月4日にカムラン湾を出撃し、1月5日に戦団に合流。補給後、シンゴラに開港された。以後はサイゴン、サンジャック、アナンバス諸島の間で行動し、第二艦隊付属として艦艇に重要給油し、乱員作戦を支援した。3月1日に連合艦隊付属に編入される。 3月1日にアナンバス諸島を出撃し、ジャワ海に進出して、第六駆逐隊に対する燃料補給を行った後、湘南に開港するよう命じられる。3月3日に駆逐艦、長月と水月に対して燃料補給を行ったのに続き、3月4日にも小風に対して燃料補給を行った後湘南に向かったが、南位04度22分統計108度23分。 南位4.367度統計108.383度 -4.367-108.383 の地点でアメリカ潜水艦 S-39 の来撃を受ける。S-39 は目標を五福島丸あるいは立川丸と推定して魚雷を4本発射し、うち3本が命中して爆発するのを確認した。15時5分にビリトン島近海で沈没し、 将風と刑事未館、官、ユラによって、特務官長、相馬信武士郎大祭百162名が救助されたが、18名が戦死した。同年3月14日に第四予備特務官となり、助籍席は終戦後の1947年5月3日となった。これは、船体の一部分が角座など何らかの形で、水面上に露出したまま残存したことを物語っている。 ただし、当時の記録では沈没と明記されている日本海軍史第9巻第10巻の召喚履歴に基づく階級は就任時のもの。ありがとうございます。